視聴者の皆様、令和の虎視祭の岩井でございます。大変ご無沙汰しました。多分2週間強ぶりのですね、配信になっていると思います。この度はですね、私どものチャンネルの出演者の人たちの不祥事によりまして、皆様にですね、本当に混乱を招いたこと含めて、改めて心からお詫びを申し上げます。申し訳ございませんでした。今日はですね、この2週間の、配信停止を受けてですね、私の方で令和の虎チャンネルの、今後の運営方針をお伝えしたくて、この動画を撮らせていただいています。まずお伝えします。本日18時より令和の虎チャンネルタイガーファンディング再開させていただきます。ただですね、まずしばらくこの配信をするのは、すでに、収録が終わっている動画の中で今回の当事者が、参加してない動画になりますので、それもご理解いただければ嬉しいかなと思っております。もう一つ、お詫びしなきゃいけない方が見えます。2月の14日バレンタインの日ですね、小谷さんという方の第1話が配信されました。でもその後すぐに今回のことが起こりましてですね、本当に申し訳なかったんですけども、第2話第3話を配信することを止めてしまいました。なので小谷さんには本当に申し訳なく思っておりまして、ご本人にもですね、こちらから連絡をしまして、本当に快くご了解いただいたので、いつか必ずですね、もう一度この小谷さん会をきっちりと配信することをしたいなというふうに今は思っています。同時にですね、この小谷さん会にご参加をいただいた他の虎の方々、結果的に第1話で止めてしまったことになりますので、私から心よりお詫びを申し上げます。今回ですね、このチャンネルへのさまざまな批判が本当に集中する中で、私が主催として配信再開に至った一番の理由は、本当に格好をつけるわけではなくてですね、志願者にあります。本当に志願者の子たちってすごい勇気を持ってうちのチャンネルに出てきてくれるんですね。で、そうした志願者たちの中で、もちろんオールになる方が見えれば、片方でナッシングになってしまう方も見えるんですけど、例えばそのオールになった方々がやっぱり事業のタイミングですから、これを当然配信されると思って彼らは、待ってるわけですね。それが配信されないということが、彼らが今からやろうとするビジネスにおいて本当に足かせになってしまうことがすごい心苦しいんですよ。なのでまだ残念ながらですね、僕にも今回の当事者の方々が、虎の一人としてご出演いただいている動画について、すぐに配信していくっていう感覚を持つまでには至っていません。なのでお約束はできないんですけれども、いつか必ずそうした動画を僕は流せる日が来ればいいなというふうに心から思っています。で、当面ですね、そういう方々が出ていない動画がストックが何本かありまして、そこから始めさせていただきたいのと、今後ですね、収録はまた再開していきますので、そこで、今回の当事者の方々は当然、今回降板をしていただいたわけですから、残ったとあえて言いますけども、残った虎の方々で収録したものを当面の間は配信していく形になると思いますので、それもぜひともご理解をいただきたいというふうに思っております。そうやってですね、タイガーファンディングは継続をしていくことになると思うんですが、実は私の中で一番大切なことは、このタイガーファンディングを継続していくことではなくて、何よりも今回ですね、やっぱり志願者の中で当事者の方からすでに投資を受けている、出資を受けている、もしくはこれから、出資を受けるっていう予定のこの虎の子の中に非常に不安を抱えている方も見えるんですね。正直言いますと、この感覚も本当に違いがあります。で、
それをこの2週間の中で私たちは一人一人全部ヒアリングをして、今どうなんだ、どんな気持ちでいるのか、そして今回のことについてどう思っていらっしゃるのか、全部ヒアリングしてまいりました。そうした中でやはり不安を抱えている方々についてはですね、放っておくわけにはいかないので、今回ですね2月の末に、茂木社長、三浦社長、高沢社長、大迫社長、この4人が手を挙げていただいたので、この4人の虎とともにですね、九州地方と大阪に僕行ってきました。そしてそこで延べで確か11人の虎の子たちと会ってですね、面談をして、今どんな状況でいるのか、どんな気持ちでいるのか、今回のことについてどう思っているのか、そういうことを全部ヒアリングした上で、他の虎の方々もですね本当に熱心に相談に乗っていただいて、そのことをですね、虎の子の了解も得た上で僕全部リアルに出していきたいと思っているので、今回ですね、視聴者の方々にもそれをどんな様子なのかをお見せする動画を今撮りました。まあ新しいコンテンツという形で、今のところまだ仮称なんですけれども、虎の子たちを守れというコンテンツを考えています。おそらく、数日したらですね、そういったものも流れていくと思うんですけれども、これはですね、これこそが今のリアルな令和の虎だと思いますし、虎の子たちの名誉のためも含めて、こういうものをちゃんと流すことが一番大事なんだというふうに僕は思うに至ったので、ぜひご理解いただいてですね、別に面白い動画でもないと思いますし、何か盛り上がりがあるものでもないかもわかんないですけど、本当にリアルに撮りましたので、ぜひともですね、ご覧いただければ幸いかなというふうに思っています。まあ今後ですね、虎の子たちに関しては、ずっと追っかけていきます。で、今回僕4人の虎の名前をお出ししたんですけども、実はこの4人以外にも、岩井さん、こういう状況ですから、なんとか僕もそういう虎の子たちの、力になりたいですと言っていただいた虎が何人もいらっしゃいます。10人を超える虎の方々からそんな申し出をいただいたので、グループライン作ってありまして、今回は九州地方と大阪と回りましたけれども、他にも全国にたくさんの虎の子がいるので、そういう方の中でもし困ってる方が見えた時にはですね、今回名前が挙がってない虎の方々にも協力をいただいて、新しくですね、そういったものも配信できる日があるのかも分かりません。ぜひご理解いただきたいと思います。今後ですね、また申し上げますけれども、残った虎の方々と共にですね、新たな志願者を迎え入れてタイガーファンディングの収録は再開をしようというふうに考えています。現状ですね、このタイガーファンディングの配信頻度については、確約はできないんですけれども、なるべく一生懸命努力をして、今までと同じようにですね、木曜日以外の月火水と金土日で配信ができるような、そんな努力を運営側も頑張ってしていきたいというふうに思っております。また今回ですね、降板をすることになってしまった虎の方々、この方々が、映っているタイガーファンディングも数多くあるんですよね。で、この動画をいつのタイミングで流すかについては、まだ僕の中で決まったものがあるわけではありません。これはですね、さまざまな状況を鑑みながら、自分として判断をしたら、やっぱりこれも虎の子ファーストでいつまでも流さないと、彼らの新しい始めようとしているビジネスに支障が来たされてしまうということがありますので、僕としては何とかして、これさっき言った小谷さんのことも含めてですけれどもね、いつか流していきたいというふうに思ってますので、ぜひその日をお待ちいただきたいと思います。最後になりますけれども、僕の今の気持ちをお伝えさせてください。もちろんですね、過ちをしたことっていうのは当然いいことではないですね。でも私はいつも申し上げているように、
人間っていうのは過ちを起こします、繰り返します。僕自身もこの年になるまで何度も過ちを繰り返してきました。でもその度に本当に周りの方々であったりとか、いろんな組織に助けられて、僕は34年間会社を潰すことなく続けることができました。そういった自分の今までの経験からしてもですね、僕の周り、うちの社員とか過去、出会った人たちの中にも本当に大きな失敗を犯した人はたくさんいるんですね。でも基本私のスタンスはいつも変わらなくて、人間は過ちを犯す、でもその一度の過ちでその人間を全て社会から抹殺してしまうことっていうのは僕は納得ができないんですよ。なので今まではもう一回やり直せということをずっと言ってきました。なので今回も誤解を恐れずに申し上げますけれども、今回の当事者の方々、過ちは過ちとしてしっかりとみそぎを済ませてですね、もう一回皆さん出てきてください。批判いっぱいあると思います。で、二度と出すなとか、そんなやつが出るんだったら令和の虎見ないという意見もたくさんいただいてますけれども、でも私個人は 1% でもその可能性があるならば、僕はその希望は捨てたくないんですね。批判はあると思います。でも今僕が申し上げていることっていうのは、こういうこと喋りますよとか、僕が今こういう気持ちでいますよということをあの当事者の方々に伝えているわけではありません。なので彼らの希望であったりとか、彼らの、まあ、望みで僕は喋っているわけではなくて、あくまで一方的な僕自身の考え方です。なのでもしこの僕の発言に対してご批判があるならば、どうぞですね、彼らにではなくて僕の方にください。はい、僕はそれは本当に受け止めるつもりでいます。今回この2週間今日ですね、さまざまなご意見をいただきました。僕の感覚的には8割9割が応援のメッセージでした。全く知らない方々から YouTube のコメント欄、 Twitter の DM、 Facebook、Instagram、 そしてメール、さまざまなものを通じて本当に胸が熱くなるような心温まるメッセージをいただきました。皆さんにできるだけお礼をしたりとかですね、ハートマークをしたりとかはしてきたんですけども、あまりの忙しさでそれができてない方もたくさん見えると思います。この場をお借りしましてですね、本当に御礼申し上げます。本当にありがとうございます。片や1割2割やはりすごい批判もいただきました。これもですね、こういうことになった時には当然致し方ないことだと思いますし、私自身がですね、いろんな批判を浴びる立場にあると思ってますので、仕方がないと思ってるんですけども、でもやっぱり僕は今の段階では改めて言いますけれども、可能性ある限りそれを、消すことができないんですね。恩義もめちゃくちゃあるんですよ。あの人たちがいなければ令和の虎はここまで来てないんですね。そういう方々のことを思うと、きれいさっぱりと悪いことしたからそういう人間切ればいいじゃないかっていう意見に流されることができないです。本当にですね、性善説を唱えるつもりはないですけど、僕は信じています。人間はやり直せる。だってここに何度もやり直した人間がいるんだから。俺生きてるじゃないですか。元気にこんな61歳になって YouTube やってるじゃないですか。大丈夫、皆さんまだ若いんだから、なんぼでもやり直し聞くよ。僕は盾になります。
僕は守ります。だからまたどんな形になるかわからないですけど、いつかみんなで笑い合いましょう。3年近くみんなで作ってきた令和の虎チャンネルです。今残された虎の方々も本当にいい方ばっかりで、皆さんが本当に令和の虎のことを大切に思っていただいてます。僕は今回アダルトチームと僕ら呼んでる茂木さんとか三浦さんとか高澤さんとか木下さんとか、そういう方々がいらっしゃらなかったらもっとへこんでたんじゃないかなと思うんですよね。でも若い虎が何かの過ちを犯した時にアダルトチームは心強かったですよ。そのアダルトチームよりもさらに年長者で一回り以上も上の自分がしっかりしなきゃどうしようもないもんね。だから頑張ります。ご批判もあって当然だと思いますけども、改めて申し上げます。最後に、僕たちはそれでも前向いて進んでいく道を選んだわけですから、どうぞですね、今まで令和の虎をご支援いただいた方々、今後もぜひ、可愛がっていただきたいと思います。で、今回非常に納得ができないと、もうチャンネル登録外すとか、もう二度と見ないぞと言っていただいた方々、そういう方々はこの動画すらもう見ていただけてないのかも分かりませんけど、もし何かの間違いで改めてこの動画を見られた方がいらっしゃいましたらですね、もう一回頑張ってですね、前に進もうとするこの令和の虎チャンネルを見てください。私自身も本当に自分の身をもっともっと律してですね、生きていこうと思っています。この年になってまたたくさん学ばせていただきました。人間はこんな年になってもまだ学ばなきゃいけないんだなってつくづく思いました。でも本当に感謝しています。いろいろと私だけでなく、いろんな人が調子に乗ってたんですね。きっと麹も多しです。調子に乗ったらこういうことになるっていうのはね、本当につくづく思いました。調子に乗ってたつもり自分ではないんですけど、でも結果的に調子に乗ってたんだと思いますね。はい、なのでいい機会だったと思います。改めてもう一回だけ言います。自分自身を含めてしっかりと身を律してですね、正しく前を向いてもう一度このチャンネルをやっていきたいと思いますので、どうか末永くご支援いただければ本当に嬉しいです。では本日より令和の虎チャンネル再開させていただきます。ありがとうございます。